行きますよ。男の人生は夢見る茨道、あの頃はセブンティーン、女ね不な俺、あれから幾度もジュラバを見たよ。 Every day I'm so lonelyこんにちは。ゼロからギターへようこそ。この動画は全くの初心者から始めてギターを弾けるようになりたい、ひいてはギターを弾きながら歌を歌えるようになりたいって方向けのギター全般の YouTube 投稿番組でございます。今回はどんなことをやりますかと言いますと、これです。ギターの元となる音を決めるチューニングをやってみたいと思います。ここで前回勉強したドレミファソラシ、それと C D E F G A B が出てくるんですよ。ギターの弦は、金属製のものとか、ナイロン製のものとかがありまして、温度ですとか伸びたり縮んだりっていうのがありまして、音が弾かないでいると狂ってきちゃうんですね。だから、ギターを弾くたびにチューニングって言って、ギターそのものの基本となる音を整えておいてあげなければなりません。その元となる音というのは、どういうふうになってるかって言いますと、このギターですね。このギターは、そのチューニングが整っています。どういう音になっているかというと、ここで前回勉強したのが出てきますよ。アルファベット下から 1,2,3,4,5,6 と6本ありますね。なんで1番からじゃなくて6番から、上から順にどういう音になっているかちょっと聞いてください。いきますよ。5番、4弦、3弦、2弦、1弦というふうになっていまして、上の6弦、一番太い弦ですね。でこの音が何も抑えないで弾くと何の音か、これは E という音です。 E ってドレミで言うと何でしたっけ。そうですね、ミです。というわけで6弦を何も押さえないで弾くとミの音、5弦は A の音、 A ってドレミで言うと何でしたっけ。4弦を何も押さえずに弾くと D の音、 D って何でしたっけ。そういう風になってます。で次に3弦を何も押さえないで弾きます。何も押さえないで弾くことを開放弦って言います。だからこれからは、開放弦で弾くとみたいな感じで言います。3弦を開放弦で弾くと G の音、 G って何でしたっけ。次に、2弦、この細いやつですね、2弦を開放弦で弾くと B の音、 B ってドレミで言うと何でしたっけ。次に最後の1弦、1弦の開放弦は一番上と一緒の高い方の音になります。だから E です。さあ E は何でしたっけ。というわけで連続してお話しすると、一番太いところ、太い弦は6弦ですよね。6弦は E、 5弦は A、 4弦は D、 3弦は G、
人間は B、 そして一番細い一弦はまた戻って E です。 E、A、B、G、B、E っていうような形になっています。 E、A、D、G、B、E、 ドレミで答えてください。わかりましたかね。6本あって、 E、A、D、G、B、E です。 E、A、D、G、B、E、 なんかフレーズで覚えちゃってください。 E、A、B、G、B、E、 なんかこんな国の言葉ありませんでしたっけ。というふうに、1弦から6弦まで、決まった音で設定してあげる、それがレギュラーチューニングって言います。その他にも、6弦を D の音に変えたりするこう変則的なチューニングもあるんですけど、それは基本ではありませんので、今回は基本のチューニングの仕方をやってます。あらかじめ用意されましたこちらに、チューニングの非常に狂っているギターがございます。それを前回説明しました、このチューニングメーター、これを使って、ちょっと待ってください。このメーターピコッと後ろに、どこだ、これか、後ろにここにスイッチがあるんですけど、これピッとやりますと上に電源が入ります。それでこのクリップ、ここ、こんな感じに、これギターのヘッドだと思ってください。こんな感じに取り付けます。では早速つけてみましょう。こいつをこっちに、自分の方に向けて、向こう向けちゃダメですよ、自分で見てくださいね。こんな感じで、お、分かるかな、こんな感じでつけます。こんな感じ見えますか。今回は皆さんに分かりやすいようにこんな感じでつけてみました。それでさっき説明しました、その、これですね、5弦、6弦が、E になってれば合ってるってことなんですけども、一回弾いてみます。解放です。まあ、なんとなく E に近い音になってますね。この見方というのが顔にピントが合っちゃいますね。このメーターがありますよね。この真ん中に来れば、ぴったり合ってるってことなんですが、 E の範疇なんですけども、なんとなく E にはなってるんですけども、こっちに針が来てますよね。ってことはここにローって書いてあるのかな、よく見えませんけど、E の範疇なんだけど低いですよっていうことなんですね。だからもうちょっと音を上げてあげなきゃなんないです。その上げ方は前回、前々回説明したこのペグで巻いてやります。矢印がこっちとこっちに向いて針が真ん中に来ましたよね。これで6弦が規定通りの E という、E って何でしたっけ、教えませんからね、E の音に合ってますよっていうことです。それと同じように5番目の弦何になってますか。 G シャープとかになってますよね。 G
G って何の音でしたっけ？シャープはまだ勉強してませんからいいです。 A の音になっていなければならないのは今 G の範疇にセッティングされてしまってるっていうことになってます。なんでこれを上げます。あ、なんで上げるかっていうと低いんですね。なんで上げます。 A の範疇になってみました。でまだ低いですね。これで合いました。わかりますか？矢印がこうなってますよね。こうなってて針が真ん中に来てますね。そうするとこれが A の音で合ってますよっていうことです。今度は4弦解放ですよ。4弦は何でしたっけ？ E、A、D、D の音ですね。 C ということは、D より低いってことですね。なんで巻きます。 D の範疇になってきました。こんな感じで合わせます。で次に G ですね。でも低いから巻きます。矢印がこうなって針が真ん中に来ましたので、これで G の音に合いました。続いて2弦 B フラット、さっきのシャープと反対で 0.5 低いってことです。だから上げます。B の範疇に入ってきました。入ってきました。これで合いました。次1弦 E フラット、半音低いってことですね。だから巻きます。巻くときは少しずつ巻いてください。一気に上げちゃうと急に高くなって弦のテンションが耐えられなくなってビーンって切れますからね。気をつけてくださいという感じになります。でこれで全部6弦合いましたけども、一回合わせてからまた引っ張った時に伸びますんで狂います。試しにやってみると6弦ね、低くなってますでしょ。なんでここでもう一回巻きます。5番も伸びてるから低くなってますね。次4弦 D、 次に3弦、3弦は大体合ってます。2弦1弦、合ってますね。 E、 A、 D、 G、 B、 E、 これで音が6本とも合いました。どうですか？ C、D、E、F、G、A、B やっといてよかったでしょ？ね。音となる音を整えておかなければ、ちゃんとした音階が出来上がりません。それではまた問題を出します、ギターのこの6本の弦、まあ、上からいきますけど6、5、4、3、2、1弦というふうに6本あります。
この弦の基本となる音の開放弦の音は何でしょう？ 6 弦は？ 5 弦は？ 4 弦は？ 3 弦は？ 2 弦は？ 1 弦は？はい、答えてください。どうですか？全部答えられましたか？全部答えられた方の中から抽選で1名様にこの変な形をしたみかんを、EABGBE、みがれそしみ、なんでこれに並んでるんですかね。ドレミファソラシってあれにいかないんでしょうか。その辺はなんでこういうふうな仕組みになっているのかはヤイルギターの小池さんに聞いてください。答えてくれるかどうか。それでは今回はこの辺でおしまいです。ではまた。